それではね、マルチバトル、スライムのね、上級っていうことで、これ結構難しいんですけど、ちょっと攻略していきたいと思います。まずね、1回目の対戦と2回目の対戦があるんですけども、1回目の対戦でザコの時にみんなタメルをね、まず、ここですよね、ここをね、まずね、タメルとね、バイキを、バイキじゃね、タメル、まあタメルとバイキとピオリムですね、これが有効になってきます。まあここで貯めましょう。でここでとりあえずバイキやったんで待機します。これみんなね貯めるでね行かないときついんで、ここではいみんな貯めてください。ここでみんな貯めてください。ここでいきますよ。ここで一気に集中砲火ということでいきます。スライムの、ね、スライムが強いですからね、一気にいきたいなと思います。大剣豪とか持ってないときついですからね、これね。どんどん行きますよ、攻撃一気に。ガンガン行きますよ。バイキやってくれたな。寝ろ寝ろ寝ろ寝て、お寝た寝た寝た。これ結構いきますよ。これ凍てつく波動が欲しいっすね。でも凍てつく波動が欲しいな。まあグランドクロスで死ぬかもしれないんでね。あ死んだ、一匹死んだら結構もうあとは勝ち、もうほとんど勝ったようなもんですね。あやばい、だからこうやばいってなると俺とか前行ってとりあえずガンガン攻撃ですよ。もう死んだ、あとはもうシャイニング棒でねガンガン行きます。よし、死にましたね。こんな感じで攻略をしていきたいなと。これでね結構全員死なないで時間内にクリアっていうことでね、クリアしましたんで普通にまあ、ボーナスがもらえます。以上攻略でした。